どうもです、ブックオフ大好き親父でございます。今日はね、1月の5日になりますね。昨日ね、久しぶりに友達と遊べたのでちょっとね、ゲームショップ巡り行ってきました。ブックオフさんがね、昨日まで1月4日までね、新春セールで、本全品 20% 引きということもありましたし、まあゲーム関連もね、友達の方も忙しくてブックオフとかも行ってなかったってことなんでね、そこらへん行ってきたので、ちょっとね、本多め、ほぼ本なんですけどもね、紹介、ブックオフでね購入した商品を紹介していこうと思います。まずね、ゲームからいきたいと思います。それがね、1本目、こちらでございます。コナミから発売のね、おとぎ重視赤ずきん。お値段ね、290円ってことだったので、まあ、結構お安いかなと思って。で、今現在はね、駿河屋さんで参考価格調べたんですけども、1300円ぐらいでしたね。で、私このね、あの税込み290円から、クーポンが発券されてたんでね、100円引きのクーポン使って190円で購入してきました。まあ、190円ならいいかなというところでね、購入ですね。こちらもね、1本持ってるんですけども、まあそのぐらいのお値段があると思って購入してきました。はい。あ、説明書ちょっと汚いね。シミだとか、ここら辺もちょっと折れ曲がってますね。まあゲームの方は問題ないかな。カートリッジのね、これの内部なんかもちょっと汚いな。あ、端子も結構汚いな。ここら辺はしっかりちょっと清掃して、ね、遊ぼうと思います。パッケージ、外パッケージの方、ケースの方はね、そんなでもないけどね。まあデザイン、パッケージデザインね、可愛いんでね、購入してきたっていうところもあります。はい。次からちょっとね、本に行きたいんですけども、ちょっと高さを上げようかな。はい、ってことでね、本の方を紹介していこうと思います。まずはね、こちらでございますね。親父大好き、森羅万象チョコ、カード大全、購入してきました。まあ、内容としてはね、第1章から第2章の第1弾、プラスアルファってことで、全165枚カードを収録してあるっていうことでしたね。まあ、特典カードがね、付録でついてるんですけども、これに関してはね、切り取られてました。まあ、状態はね、そんなに良くないです。なのでお値段もね、110円ってことになってます。まあ、先ほども言いましたけど、ブックオフさんはね、今新春セールで20% オフ、本は全品 20% オフってことなんで、この値段より 20% 引きで購入できております。森羅万象チョコのね、このカードカタログみたいのはね、以前から欲しくて、まあ、以前からね、探してはいて、高いやつもあんのよね。1000円超えみたいなやつ、ちゃんとしたカード全集みたいなね。まあそういうのもあったりするんですけど、まあなかなか見ないってことと。で、これも安かったんで、ちょっと購入してきました。実はこれね、家帰ってからちょっと見たんだけど、なんかね、小学生の文字でね、チェックが入れられてますね。ほぼほぼね、コンプリートした感じなんですけど、いろんなね、お友達のね、名前が入ってるんで、友達と共同でね、まあ共同でっていうか、まあ友達何人かと集まって購入して、手に入れたらこのナンバリングに線を引くような感じになってると思います。だからまあ書き込みがあるんでね、状態はそんな良くないんですけど、まあこういったカードがあるっていうのを見る分にはね、とても楽しく読めるんでね、良かったかなと思います。まあお値段も安かったんでね。またね、森羅万象チョコのこのカードカタログみたいなのはね、安ければ購入しようと思っております。続きましてがね、こちらでございます。はい。プレステ2になるかな。ガラクタ名作劇場、落書き王国、公式ガイドブックってことでね。ファミ通さんね、エンターブレインから出てるかな。ガオ。まあ、こちらをね、購入してきました。まあ、以前からね、攻略本に関してはもう、プレステとかね、サタンとか、まあ、プレステ2なんかもそうですけどもね、
まあ、レトロゲームっていう風にね、くくりが上げられてきたっていうのかな、含まれてきて、まあ、こういったものもね、見ない攻略本であれば購入していこうかなと思ってて、まあ、落書き王国の攻略本はね、見ないってところもあったんで購入してきました。まあ、ゲーム自体持ってるんでね、遊ぶ時でもものがあれば、まあ、よりあのね、あの遊びやすくなるかなっていうところで購入しました。まあ、これ見てみるとね、ほとんどね、なんか落書き図鑑みたいな感じで、いろんなモンスターのが載ってるのね、こういう感じで。ほぼほぼね、9割ぐらいモンスターなのよ。でも公式ガイドブックって書いてるからね、あ、こんなのある。加トちゃんの書き方だって。だ最初の1割ぐらいがね、ストーリーだったりとか、まあ、アイテム類の紹介が載ってる感じなんで、まあ、一応これがあればね、クリアまでたどり着けそうな気はしますね。状態はまずまずだったんで購入しました。お値段もね、税込み220円から20% 引きということになっております。これは良かったかな。はい、続きましてね、こちらになります。じゃじゃんと、はい、私大好きね、動物の森でございます。角川ゲームブックから出てますね。あつ森のね、発売記念、懐かしのシーンに思わずほっこりってことでね、思い出いっぱいブックですね。まあ、オリジナルのね、無印の動物の森から、タヌキチがどう進化していったかっていうね、ところが、絵柄がこう出ておりますけども、何やらね、動物の森、思い出のセリフ、じわる週めくりカレンダーっていうのが付録でついてたったみたいなんですけども、それはね、ついてませんでした。この本自体はね、結構見かけるの、実際はね。ただお値段が500円ぐらいするんですけども、まあ、それが220円。そこから 20% 引きであれば購入してもいいかなというところで購入してきました。状態はね、なかなか良かったんでね、購入ですね。まあ、内容としてなんですけど、よいしょ、1ページ目がね、まあ、熱盛がこう紹介されてるんですけども、その後はね、こういった、初代のね、動物の森から、歴代の動物の森がね、こういう感じで紹介されてますね。その中でね、キャラクターであったりだとか、イベントだったりとかね、そういったものも書いてるんでね、結構読み物としてはね、楽しそうですね。状態がね、そこそこいいものがこのお値段で買えたのは良かったかなと思いますね。こういった動物の森ギャラリーとかね、こういうのもね、ナンバリングっていうかね、あの順番でね、こういう写真が楽しそうなね、シーンが描かれてますね、イラストとしてね。はい、というわけでね、あ、ごめんなさいね、動物の森思い出いっぱいブック購入してきました。はい、ってことでね、動物の森つながりでね、こちら買ってきました。飛び出せ動物の森アミーボプラスずっとずっと遊ぶ本ってことで、今またね、あの動物の森飛び森をね、私プレイしてるんですけどもね、新しいソフトを使ってね。でまあ状態も良さそうだったし、かわいいのよね。帯もしっかりついてますし、まあ、お値段もね、220円から 20% 引きなり安いかなというところで購入してきました。ちょっとね、購入時には気づかなかったんですけど、ここのね、ここがちょっとね、折れ曲がってるのよね。これ、帯じゃねえ、これを取ると余計よりわかるんですけども、ここの状態がちょっと悪いのがね、購入してから残念でした。まあでもね、いいかな。お値段も安いしね。他のところは状態いいんで、で、まあ、これに関してはね、結構分厚いんで読み応えもあるんだけども、例えば、お部屋のね、作り方みたいな、リンクとガノンドロフの決戦とかね、まあ、キティちゃんとかね、いろいろこう、マイメロディーとか、こう、いろいろね、こういうものを集めていくと、こういったお部屋ができますよっていうところからね、いろいろハッピーホームの連動の情報だとか、島のね、遊び方的な部分とかね、まあ、キャンプ場だとか、アミーボカードとかのね、ものもあれば、
家具アイテムのも紹介だとか、そういうのもあるんでね。まあ、攻略本はね、パーフェクトガイドみたいなのは持ってはいるんですけどもね。まあ、これもちょっと読み物としては楽しいかなというところでね、購入してきました。いろんなね、月ごとのイベントのやつとかも書いてあったりするんでね。まあ、お値段220円ならね、お安かったんではないでしょうか。うん。はい、ってことでね、最後がこちらでございます。こちらもメインとしても言ってもいいんではないでしょうか。アーケードゲーム進化論アクション編ってことでね、まあそのこの当時のね、昔のアーケードのアクションゲームが網羅されてる、そういう本になっております。まあ、状態がすごいいい中でお値段が520円ってことだったんで、まあ、購入してきました。まあ、これざっくり章ごとに分かれてるんですけども、アイテム回収型アクションゲーム、敵全滅型アクションゲーム、ゴール到達型アクションゲーム、ベルトスクロールアクションゲーム、アペンディックスっていうのかな、ちょっと読めないですけどもね、そういったところと5章構成になっております。定価が1296円ってところからの、まあ、500円であればね、まあ、半額以下になってるんで購入してきました。実はね、この本に関しては、シューティング編とギャルゲー編っていうのがあったんですけども、ギャルゲー編が700円ぐらいだったかな。で、シューティングね、ちょっと欲しかったんだけど、1000円ぐらい出たのよね。うん。まあ、よく考えたら、1000円だったら2割引きで800円ぐらいで、まあ、購入はできたんだけども、1000円を見た時にもう高いなと思っちゃって購入しなかったんだけど、これ書いてからちょっと読んだんですね。そしたらなかなかね、面白い、読み物としては結構面白いものだったんで、これシューティングの方も買ればよかったかなと、ちょっと今後悔してます。まあ、実際今もうね、今日は5日なんでセール終わってますし、ちょっと遠いね、ブックオフさんなんでね。うん、ちょっと行くのもめんどくさいんで、まあ後日行くことがあって、まあ残ってないと思うけどね。うん、欲しいと思って行くとなくなっちゃうからね。よくね、バニラさんに言われてますよ。一期一会だから、欲しいと思ったら買った方がいいっていうふうに言われてたんでね。何度繰り返すんだと思うんだけど、やっぱりね、ちょっと1000円ぐらいいっちゃうとね、親父の、お財布の中はね。で、今年健康ね、いろいろ買っちゃってたんでね、ちょっと尻込みしてしまったけどね、やっぱり買ってね、後悔、買わずに後悔してますね。はい。というわけでね、ちょっとざっくり見ていこうか、内容をね。うん。こういうのも、親父タコさん見るとね、すごいわかりそうなんだけどね、詳しいんでね。まあ、ざっくりいきますと、ちょ、ごめんなさいね、なんかいろいろ当たってるけど。要は当時ね、何年にこうセガからとかね、どこからこういうゲームが出ましたよっていうのがこう画面とね、解説付きでこう載ってたりするんですけど、稼働年数とかね、もう知ってるものから知らないものって感じなんですけど、やっぱりね、アーケード系はね、そこまで詳しくないんで、まあ遊んだものとか知ってるものもいくつかあるんですけどもね、うん、詳しくちょっと語ることはできないかなっていう感じ。うん、まあ、先ほども言ったけどね、親父タコさんなら多分全部知ってるんじゃないかなと思うんですけど、かなりね、読んでて面白い。うん、これどっかで見つけたらね、購入するのもありかなというふうにね、私感じておりますよ。で、こういう感じでね、アーケードゲームのね、パンフレットコレクションなんかっていうのもね、こう出てるんでね、懐かしさを感じる人はね、多分にいるんではないかなというふうに思っております。はい、ってことでね、以上でございます。はい。アーケードゲーム進化論アクション編購入しました。これ面白いなぁ。うん、500円から2割引きで購入できたのはね、お買い得だったと思います。はい。ってことでね、以上の紹介になりますね。今日はまあゲームってよりはね、うん、たまたまね、なんか欲しい本がいっぱいあったんで、珍しく本関連をね、多めに買ったんですけども、うん、満足な購入品になりました。ご視聴の方ありがとうございました。またね、何か面白い本あったら、本だとかね、ゲームとかあったら購入したいと、紹介したいと思います。それでは、また。Continue!